2023年明けましておめでとうございます。新年一番最初はですね、今日は私はどこにいるかと言いますと、ドーン、東京都現代美術館ですね。ここで何が行われるかと言いますと、クリスチャン・ディオール夢のクチュリエ展ですね。ディオールの今までのクリエーションがね、ギュッと集まった展示会になってます。動画、あとは写真を通じて、あとは私のあのスペシャルトークを交えて自分で言うなって話したんですけど、ぜひあの皆さんあのご覧になってもらえたらなと思います。こちらですね。ディオールってもともとデザイナーさんになるまでは、確かアートギャラリーのディレクターだったんです。なのでちょっとアートの作品がちょいちょいとあったりとか、ここにあるたくさんのトルソは、ニュールックにインスピレーションを受けて、各台のデザイナーさんが作ったアイテムになってます。確かにちょっとあのボンキュッボンっていうんですかね、ウエストをこう絞ったものであったりとか、女性の体を美しく見せるっていうところに重きを置いたクリエーションになってるんじゃないかなと思います。このプリーツとかも最高やね。こうニュールックのスカートが結構プリーツがシグネチャーになってるんで、いろんなデザイナーさんがそれを模したものというか、それにインスピレーションを受けたプリーツを作ってますね。あとはまあディオールのスケッチがあったりとか、割と今見られないものがたくさんあるんじゃないかなと思います。そして第3の部屋はこちらになります。割とそのディオールが親日家だったっていうこともあって、あの日本をモチーフにしたクリエーションって結構作られてるんですけど、例えばこれあのザ・葛飾北斎、あの富岳36景の一部だったりとか、これガリアノが作ってるんですね。素晴らしい、このドレープの感じとかね。あ、これ波打つやつとドレープかけてんじゃないの。うまいこと言った。ウグイス色みたいなやつとか結構着物モチーフであったりとか、和服に使われる柄とか、あとは素材でいうと絞りを使ったドレスであったりとか、チクチクしたドリアみたいですね。これとか例えば着物モチーフですね、帯と襟の抜いたところが結構彷彿させるんじゃないかなと思ってます。割と帯モチーフが多かったりして、この2つのルックに関してはザ・着物っていう感じじゃないですか。ちなみに皆さん知ってましたか、西洋のブランドで日本に初めて上陸したっていうのがディオールなんですよ。あとは、日本といえば桜ですよね。桜モチーフのアイテムを結構作っていたりとか、なんか真ん中に錦鯉みたいなのがいますけど、300万とかするんだよね、こういってね。次の部屋は、はい、入り口から奥に向かって、うん、現代から過去のアーティストそれぞれ7名のアーティストの作品が並んでおります。一番最初はここですね。今のデザイナーさんマリア・グラッツィア・キューリですねの作品があったりとか、彼女こういうふうにあの結構フェミニストとかでもあるから、メッセージ性のある T シャツとか結構出してたりするんですよね。マリアの前は誰が手掛けてたかと言いますと、ご存知みんな大好きラフシモンズですね。もうちょっとなんていうんだかね、シンプルでミニマリズムになってるんじゃないかなと思います。ただでもディオールの DNA は引き継ぎつつ、あのレースのスカートだったりとか、そういうところは DNA として感じるものはありますね。私ラフシモンズ好きなんですよ。でラフの前がガリアーノ、ジョン・ガリアーノですね。もうまた全然雰囲気が違って、もうザ・ガリアーノの世界、派手ブリブリみたいな、もうトルソの立ち方がね、もうガリアーノだもん、私ですみたいな感じでね、いいですよね、こう自信がある感じ。ちょっとガリアーノイズムを感じるのは、ガリアーノって新聞モチーフのやつプリントよく使うんですけども、このパンツにちょっとそのガリアーノイズム感じますね。ガリアーノからのジャンフランコフェレ、世代的には80年代から90年代の感じのクリエーションになってます。確かにあの豊かな時代のちょっとバブルというか、あの時代のクリエーションな感じしますね。何このストライプとレースの組み合わせとか、何なの、後ろのなんか腰の背中の方のこうふわふわしたクチュールのところとか最高やねん。リボン好きだったんですかね、リボンモチーフがすごく腰元だったりとか、ジャンフランコフェレはそういうのが好きだったんですかね。はい、フェレの前はマルク・ポアンという方で、ちょっと私もここまで来るとちょっと追いかけられてないんですけど、60年代70年代くらいだね。29年間マルク・ポアンだったんですって。じゃあディオールのほぼ3分の1くらい作ってるのかな。ちょっと今見るとすごくこうロイヤルな感じがするというか、ピンクのコートとか上品さがあるクリエーションかなという気がしますね。はい、
マルク・ボアンの前は誰かと言いますとイヴ・サンローランですね。21歳の時にディオールさんが亡くなって大抜擢で継いだんですけども、21歳ってすごくないですか。成人してすぐだよ。ものすごい葛藤があったんだろうなって気はしますね。ここに展示されているドレス、バカンスに見られる彼のラインはゆったりとした裁断によって体を自由にしたっていう書かれてますね。確かに他のクリエーションに比べてこうウエストラインがちょっとこうポワンってなってたりとかもしているのもあったりとか、リアルに着やすそうなものが多いかなと思いました。この時代は多分お金持ちのマダムのためのリアルクローズっていうところが一番大事にしているところだったんで、それが投影されているとも言えるのかなと思います。大抜擢のサンローランの前がディオール音大によるクリエーションですね。これがオリジンなんだね。でも全然色褪せないね。今も着たいなって思うものたくさんあるし、この手前のあの後ろが下がったジャケットとか別に今普通に着たいのがいっぱいある。やっぱりいいものって時代を凌駕するんだと思います。ディオール見るとこうちゃんとフェミニンな格好したくなりますね。次の部屋はですねこちらになります。わお、こちらはディオールのアトリエでございます。こちらのお部屋では実際に使用されたモックアップを展示しております。これをもとにパターン取ってもう一回仕上げるってことですよね、はい。ちなみにこのトワレなんですけども、ディオールさんの計らいで日本の技術を用いたトワレがたくさん使ってあると言ってました。こう細かい技術はやっぱり日本の得意技なんで、そういったところも親日家だったっていうところが関係してるのかなと思います。言葉が出ないっていうのはこういうことですね。次はですね、色をテーマにした部屋になっていて、ルックをミニチュアのドレスだったりとかバッグだったりとかいろんなもので表現してます。確かにちっちゃいあのバービー人形みたいなやつ引っ張れますね。次はですね、ミスディオールの庭というテーマになってるんですけども、日本庭園をイメージした作りになってます。お花モチーフだったりとか植物モチーフだったりとかのアイテムが結構多いですね。これとか超可愛くないですか。誰ラフラフ、やっぱラフかなって思ったらラフだった。はい、次はですね、モデルさんだったりとか女優さんだったりが着用したアイテムが飾られております。あのキラキラしたやつがナタリー・ポートマンがディオールのジャドールという香水があるんですけども、その時のプロモーションで着られたものになってます。ちなみにこの黒いやつが中谷美紀さんが着用されたと言ってましたね。綺麗だね。次はですね、おーすごいよ、何これ圧巻。オートクチュールのドレスがズワーって、なんか一個一個テイストは全然違うけど、全てそのディオールの美学がいろんなデザイナーの解釈を通して入り込んでる感じがしますね。次はミニミニバッグですよ。いろんなあのアーティストさんとのコラボのバッグが天井バーって、すごい見て見て、これとかもう何も入りませんよ。これとかも超綺麗。これとかウニが鬼鬼ってなったりとか、あとは、ナディフさんがやっているお土産物屋さんもあるみたいですね。こんな感じでございます。この公式の図録であったりとか、ちょっとしたトートバッグ、ディオールのトートバッグだったりとかが、販売されてますね。カジュアルなものだったら鉛筆とかもあるでよ。ディオールのキャンドルであったりとか、あの本当お店に置いてあるやつとかも置いてあったりしますね。あとちょっと可愛いところだとパズルがあったりとか、コーヒーとかお茶とかあったりとか、トワルドジュイですね、ディオールを象徴する柄のノートがあったりキャンドルがあったり、割となんかディオール好きにな方においてはキュンがムネムネするんじゃないでしょうか。取り下ろしのポストカードがあったりとか、あの見応えバッチリなものなのかなと思います。はい、新年第1番目は、夢のディオールでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。新年最初の動画がこんなファッション熱が熱くなる動画で、ちょっと私も興奮しております。皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひ感想などコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。このクリスチャン・ディオール夢のクチュリエ展はですね、東京都現代美術館で、5月の28日までやっているので、ぜひ、足を運んでいってもらいたいなと思います。本当にね、夢の世界が広がってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。